ジュラ県は、フランスのブルゴーニフランシュコンテ地域県の県である。名称は、ジュラ山脈に由来する。ジュラという名は、森、原生林、または、山地の森を意味する、ラテン語のユリアに由来する。これは、ケルト語のヨリスにも由来するとされる。1790年3月4日、旧フランシュコンテの一部から分割されて誕生した。ジュラ県の地図ドゥー県、オートイコールソウヌ県。 コートドール県、ソーヌイコールイコールロワール県、アン県、スイスの防州と接する。フランス本土の中で最も海から遠い県である。そのため、半ば大陸性気候の様相を持つ。県東部を産地が占めていることは、すべての面への高度の違いのため特殊性が生まれている。ジュラ山脈では大まかに3つの気候区分が存在する。出典、スプルフ。 2006年以降 INSEE1872 年から2005年までの県人口の推移手工業が4700社に関連し県経済の基幹となっている。観光も重要である。県の管理下にあるシャレエン湖、ブグラン湖周辺でのセーリングや釣り、温泉浴などが挙げられる。冬の観光として標高800メートル以上の地点で楽しめるクロスカントリー競技。 または、デルースのスキー場が代表的である。ありがとうございます。